はい、どうもこちら渡辺です。今回はですね、新発売となったエプソンさんのですねプロジェクターのレビューということでやっていきたいと思っております。もうすでにねこの後ろの方でねプロジェクターの、ね、映像が映ってる状態なんですけども、今回レビューをしていくプロジェクターは2つ製品があります。これまでいくつかねプロジェクターレビューしてきましたけども、その中でも今回紹介していくのね超ハイスペックかつですねこの安定した品質が確保されているねモデルとなっております。今回紹介していくのは2つモデルがあって、まず1つメインがですねこちら EHLS800W というねモデルになってます。こちらをメインにですね紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、じゃがんと、まずですねこちらがですね本体になってるんですけども、これねこの設置の時点でですね、まあ、かなり面白いねプロジェクターであるっていうのは伝わるんじゃないかなと思います。このプロジェクターですね 4K 解像度に対応しております。はい、なのでちょっとね今昼間なんですけども、これ映像を流してるんですけども、まあ、解像感のかなり高いですねこう映像をですね、見ることができます。なのでこの映像を見てもねなんとなく伝わるかなと思うんですけども、映像はですねかなり綺麗です。で続いてですね、まあ、大きな特徴となるのが、こちらですね、超単焦点なんですよ、まあ、要はこういうことができます。これ設置なんですけども、壁際にですね設置することができます。これかなりすごくないですか。結構プロジェクターってこの壁とかね、スクリーンとかに投影するときに距離を取らないといけないっていうパターンも結構多いと思うんですけども、こちらのモデルは壁に直接こう設置できるんですよ。なんでそれによるメリットが結構たくさんねあるということです。なのでこれによって具体的にどういうメリットがあるのかっていうと、距離がね必要になるプロジェクターの場合はプロジェクターと壁とかスクリーンの間をですねこう人が横切ったらですね、まあ、必ずその横切った時に、まあ、影がね映り込んだりとかね、しますよね。要はこのスクリーンを投影している面とこのプロジェクターとの間に何かしらのこの障害物が出てきた時に、まあ、それがもうダイレクトに映っちゃうんですよ。だけど今回これの場合は映像と壁にですね何もこの邪魔するものがないんですよ。なのでプロジェクターの目の前をですね自分が通過してもですね映像が撮り入れることがないです。例えばこんな感じでねこっちに移動してきてですねここにいてもこのプロジェクターに自分の影映んないですよね、まあ、なぜならこの壁際に設置してあるからです。こういう感じです。ちなみにですねこちら歪みの補正ですね、壁の凸凹の補正もですねアプリを通じてですね簡単に補正することができます。リモコンを使ってこのサイズを調整したりももちろん可能ですし、位置の調整もこういうふうに可能になっています。さらにリモコンを使っていってですねこの設置としていきます。壁面と超単焦点スクリーンというふうにね2つの使い分けができますけども、まあ、今壁側に置いてるので壁面にしてあげてですね設置していきます。で、長方形ではないよっていう時とかに、こんな感じでねリモコンで微調整を、ね、加えていくっていうことが可能になっています。で歪みの補正はこちらですね、まあ、アプリでもリモコンでも可能になるんですけども、このアプリが簡単です。でこのアプリをね、使ってあげてですね、まあ、こちらの QR コードを読み込むと iPhone でも Android でもねアプリをインストールすることができまして、インストールしてこの状態になるとこのアプリがね待機状態になります。でこの状態でスマホの方でねアプリを起動していきまして、はい、これで今接続ができました。であとスマホの方でですねこのパターンを表示するとしていって、はい、このパターンを読み取ります。でちょっと今はねずれてるので、はい、この状態で撮影をしていきます。これで今映像が補正されていくっていうね形ですね。はい、ちなみにですねこちら入力遅延レベルが 20ms 以下のですねゲーム用 HDMI 端子も搭載されています。なのでこの壁とかこのスクリーンにですね大画面のゲーム画面をですね表示して、でみんなで遊んだりとか、することもできるっていうことで、めちゃくちゃロマンがある、ね、仕様になっております。まあ、HDMI で入力できるゲーム機をですね直接接続してですね使うことができます。ちなみに HDMI の入力はですねここですね、右側に蓋がついてます。でこの蓋をですねこう外してあげると HDMI の入力がですねなんと3つついてます。通常の HDMI、それから HDMI の ARC 端子、そして HDMI3 がゲーム用の端子というところになります。ヘッドホンのジャックもあるので、そこにね有線ヘッドホンとかスピーカーを接続することもできます。端子類もめちゃくちゃ充実してます。はい、続いてですねこちらのプロジェクター、この見た目からもね、伝わると思いますが、前面方向にですねヤマハのですねスピーカーが搭載されています。なので、まあ、プロジェクターなんですけども、実際これねスマートスピーカーとしても使えるということです。でその音もですね正直かなりいいんですよ。ちょっとね実際に音聞いてみましょうか。音量はね 50% でいきたいと思います。いきます。
はい、ということでちょっと音聞いてみたんですけども、まあ正直これね、まあ、普通にテレビの前にこのサウンドバーを置いてるクラスのですねサウンドだと思います。サウンドバーとプロジェクターが一体化したような製品っていう風に考えられます。ちなみにこちらですね Android TV 内蔵です。なので YouTube を見るってことももちろん可能です。こんな感じでねちょっと自分の YouTube をね流してるんですけども、もちろん簡単に YouTube 見ることできますし、 YouTube に関してはリモコンから一発で起動ができますし、 Android TV 内蔵なので他のストリーミング系サービスのアプリとかをですねインストールして使うっていうことももちろん可能になっております。いやこの大画面で YouTube ね見るのロマンありますよね。ちなみにこちらですね LCD 4000ルーメンの明るさとなってます。レーザー光源なのでこの部屋を暗くしなくても楽しむことができます。なので今ですね実は日中なんですよ。ちょっとカーテンは閉めてますけど真っ暗ではない状態でこんな感じです。で逆にちょっと部屋の電気をあえてつけてみましょうか。はい、こんな感じで今ね電気つけた状態です。でこれで、まあ、どういう風に映ってるのかっていうところなんですけども、電気がついててもねそこそこ見えてますよね。まあ、普通に、明るい室内であっても、まあ、このぐらいの品質で映像を見ることができるんですよ。だからまあ必ずしも真っ暗にする必要はもうないですよということです。まあ、通常のメーカー保証が1年のところがですね EHLS800 は3年保証となってますので、その辺の安心感も高いです。まあ、チューナーとの接続とかテレビ配信のアプリを使ってですねテレビの代わりとして使うこともできます。なので、まあ、どうしてもこのサイズのテレビってなると結構、ね、置き場所も限られてきますし、テレビとして使ってない間もテレビって結構存在感あるんですけども、これプロジェクターなので、まあ、電源をね落とせば、まあ、普通のねちょっと大きめのスピーカーがね置いてあるぐらいの感じになりますし、テレビよりはね簡単にこの移動することもできるので、壁際に設置すればこのテレビの代わりとしてね使うこともできますし、これ1台でね本格的なこのホームシアターが実現できるっていうのも、特徴かと思います。で、まあ、最初にね正直、まあ、この箱を開けた時にですね結構こうね、大きくて重くて、あれこれプロジェクターなのって思ったんですよね。だけど実際にこのね壁際にこう設置してみてですね使ってみると、まあ、このコンセプトの理由が納得できたというか、サイズ感も納得できました。まあ、少なくとも65インチとか75インチとかねそういったテレビよりは、まあ、存在感は、ね、少ないのかなというふうには思います。あとはねこれスマートスピーカーとしても使えるってもね面白いところかなと思います。はい、で次紹介していくのがねもう一つの製品になってきます。まあ、先ほどの EHLS800 の方はですねどうしてもねサイズはやっぱり大きいですよ。プロジェクターとして考えるとやっぱりサイズは大きいので、まあ、正直そんなに頻繁に持ち運びをするっていうタイプの製品ではないです。まあ、基本的には使うんだったら自宅のどこかの場所に固定して使うっていうのがね理想的かなと思います。ただプロジェクターなのでやっぱり持ち運びもしたいよねっていう方はですね、はい、じゃあなんとこちらでございます。これがですねもう一つのねエプソンの新型のプロジェクターとなってまして、サイズは先ほどのプロジェクターよりはだいぶコンパクトです。こちらの製品名がですね EHTW6250 ですね。まあ、先ほどの LS800W のライトなモデルとなります。でこれ少しコンパクトにはなってるんですけども 4K 解像度に対応していますので解像感もものすごく高い映像になってます。で使うときはねここに電源ボタンがあるのでこれを押します。これで電源がつきました。はい、そして本体の背面にこちら HDMI の端子があります。でここからね映像を入力して使うっていうこともできます。こちら HDMI の ARC の端子となっております。でもちろん 4KHDR にも対応してますので映像がものすごく綺麗だよっていうのはこちらのモデルも共通してます。今向こう側にねちょっと映像の方が映ってますけども、やばい、めちゃめちゃ綺麗。壁から距離を離してですねプロジェクターを設置しましたけども、これもねやっぱり 4K ね対応してますので、まあ、非常にですね映像綺麗ですよね。はい、まあ、かなりクリアかつ鮮明で、明るいね映像になってます。まあ、映画館の感覚をですねこう自宅でねこれ味わえます。ちなみにこちらですね 3LCD2800 ルーメンとなっていますので、こちらも正直かなり明るいね映像になってます。めちゃくちゃ綺麗。こちらですねスピーカーがこの前面についてますので、まあ、プロジェクターが人の後ろにね来るように棚とかに設置してあげるのがいいのかなと思います。もちろんこちらもですねゲーム用の低遅延モード搭載してます。 20ms 以下となっています。Netflix も内蔵されてますので、これ本体から直接ね Netflix を起動して見ることができます。まあ、スマホでね普段見てるような動画配信サービスをですね大画面かつ高画質で楽しむことができるっていうのがね特徴です。じゃあこちらもねちょっと音量チェックしてみましょう。
はい、ということでまず今回、ね、2つの、ね、エプソンのプロジェクター紹介しましたけども、まあ一般的なプロジェクターとの違いってどういうところなのかっていうところですね、紹介していきます。まずこのサイズが大きい方の EH-LS800W についてですね、こちらはやっぱりですね、まあ、特にオーディオの品質がかなり高いので、まあ、本当にこれ置くだけでね、まあ、映画見たり動画見たりゲームしたり全部を、ね、楽しめるっていう、まあ、オールインワンの1台かなっていう印象を受けました。でもちろんね、シーンによってそのモードをね変えていくこともできるので、まあ、用途によって使い分けていくこともできるっていうのも面白いです。こちら専用のリモコンになってまして、これめちゃくちゃサクサク動いてくれます。操作をしている時のもたつきとかが全く感じられないので、非常にですね快適に使っていくことができます。ちなみに補足としてね、この真ん中の方に、ね、Google アシスタントのボタンもありますし、YouTube が一発で、ね、起動できるボタンとかもあったりします。その他音量とか明るさの調整とかですね、まあ、映像の調整とかそういったところもねリモコンから行っていくことができます。であとはですね、昼間でもね明るく映るってところですね、まあ、最近ね結構ね暗くなるのも早くなってきましたけども、日曜日とかにね明るい昼間からねこのプロジェクターでちょっと映画見るなんていうこともねできちゃいますからね、まあ、昼間でも特に真っ暗にする必要もなくですね映るっていうのもね、すごいと思いました。実は個人的にですね、最近このエプソンのねプリンターを購入したんですよね。で、まあ、プリンターの完成度もすごい高いなと思ってたんですけども、今回のこのプロジェクターですね、まあ、サンプルちょっとお借りしてしばらく使ってますけども、動作もそうですし映像の綺麗さもねそうですし、基本的な性能と完成度っていうところはめちゃ高いと思いました。で一応ね価格についてね調べてみたんですけども、エプソンとしてはオープン価格ということで、エプソンダイレクトの方でね調べてみたところ、 LS800W の方がですね45万1000円となっております。ちょっと高いねっていうところは正直ありますけども、もう一つですね、今この再生している EHTW6250 ですね、こちらが15万9500円という価格になってます。まあ、結構価格差があるんですけども、まあ、特に最近人気のこういったプロジェクターと比べるとですね、価格はですね間違いなく高いと思います。ただ実際にねこの映像を見てですね、音も体験して、まあ、一通り使ってみてですね、まあ、それ以上のですねやっぱりこの性能の高さとこの品質ですね、こちらねありそうだなっていうふうに感じられました。で、まあ、使ってみてね気になる点としては、まあ、それこそテレビの代わりとして考えるとね、小さいっていうふうに言えると思うんですけども、まあ、やっぱりプロジェクターとして考えるとねサイズはどうしても大きいですっていうところ。なので気になるところとしてはこの場所の移動ですね、結構頻繁に動かしたいなっていう時はちょっとね大変かもしれません。 EHLS800W の方は基本的にはね自宅固定で使う、1箇所で固定で使った方がいいと思います。 EHTW6250 の方は、まあ、自宅の中で多少移動したりとかね、ちょっと場所を変えてね持ち運んで使ったりとかねしていくこともまあできるのかなと思います。まあ、移動も考えるんだったら、まあ、EHTW6250 の方がねいいのかなっていうふうに思いました。はい、ということでまとめになりますけども、まあ、今回エプソンのプロジェクターをですね初めて使ってみたんですけども、まず映像の綺麗さにびっくりしたっていうところと、音の品質の高さにもびっくりしましたし、動作のサクサク感とか、アプリをどんどん追加していってですね、まあ、自分の好きなコンテンツも楽しめるし、 HDMI で入力してゲームしたりもねできるっていうところで、まあ、かなり汎用的に使えるねプロジェクターかなと思いました。まあ、基本的に設置する場合は自宅に、まあ、白い壁がね、このようにあればですね、まあ、その壁際に設置してあげればねもうこんな感じで楽しめます。もしね壁がちょっとないなっていう場合は、まあ、スクリーンとかをね導入の検討してみると使えるのかなと思います。まあ、映画とかスポーツ観戦でももちろん使えますし、ゲームもできるし、プロジェクターを使ってこのエンタメを極限まで楽しむっていうねことができるんじゃないかなと思いました。まあ、特に映像がめっちゃ綺麗ですし、没入感もあるので、まあ、やっぱりねコンテンツに集中できますよね。ちょっとこちらね返却する前に、ね、もうちょっとドラマとか映画とかね楽しんでから、ちょっと返却したいと思ってます。 EHLS800W の方は、まあ、例えばリビングにテレビを設置してない人がテレビの代わりとして使うことも、ね、できますし、まあ、あとはね業務用として店舗に設置するとかね、そういった使い方もできるのかなと思います。もしね使う部屋を頻繁に変えたりとか持ち運ぶ可能性があるんだったら EHTW6250 をね選んだ方がいいのかなと思いました。はい、ということで今日こんな感じで以上になります。いやロマンあるな本当に。この後ろにねちょっと映画館あるみたいな感じで、もうちょっとしばらくね楽しんでみたいと思います。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。